見事12番バーディーの松田直選手からのドライバーショットです。13番371ヤード上りのパー4。ナイスショット。フェアウェイ右。ナイスショット。フェアウェイ右。OK です。問題ありません。よいしょ、フェアウェイの真ん中です。13番第2打地点に来ております。笹原選手165ヤード上り、上りを入れて175というところでしょうか。左にこぼれてしまいました。上りを入れて170というところでしょうか。ショートでした。165ヤードというところでしょうか。あ、すじってる。おー、ナイスショット。選手一人だけ飛距離が違います。ショートアイアンです。ピンの右からのナイスオン。松田選手115ヤードの上りのアプローチですが、グリーンは十分使えるのでそんなに難易度の高いアプローチではありません。うん、ナイスアプローチ。約12ヤード。うん、それはちょっとちょっとでしょう。松岡選手約3メートル、今日のバーディーパットになります。よし、フックラインを切れませんでした。ナイスパー。選手まともバウンスバックなるか。バーディーパットです。おお、ナイスバーディー。読み切りました、スライスライン。ナイスパット。さあ寄せワンパーなるか。ナイスパー。14番パー4、女子にとっては長い407ヤードですが、打ち下ろしですので380というところでしょうか。うん、ナイスショット。フェアウェイ右、ナイスショットです。フェードでフェアウェイ右、ナイスショットです。このグループ1番の飛ばし屋松岡安選手、ボールセッティングはドローヒッターなのでティーの左側です。
よいしょ。よいしょ。ごちそう選手。150ヤード弱。若干の上り。ピンの左。105ヤード。はい、そうです。ピンの右、ナイスオン。おお、筋ってる。おお、ナイスオン。で、一番飛ばしたの松井と花選手。約135ヤードでしょうか。これも筋ってるね。ああ、ちょっと右か。ナイスオン。このホール、407ヤード打ち下ろしのホール。長い距離ではありますが、打ち下ろしもあって、4名、ほとんど全員パーオンになっております。松田選手を除く3名はバーディーチャンスです。松田選手は約8ヤードから9ヤードぐらい、グリーンを少しだけ外れてしまいました。4打か、あ、惜しい。松岡、浜選手、3メートル弱。打ち切れない。ナイスパー。笹原選手、約2メートル。今日松岡選手のラインとほとんど変わりません。下りの具合は 60% というところでしょうか。しきれない。森本選手、フックライン約80センチ、ライトエッジというところでしょうか。ナイスパーで後半なんと5つ目のバーディーです。5アンダーにスコアを伸ばしましたの堀本選手。松田選手、これパーパットです。ナイスパー。ありがとう。堀本遥選手、見事なバーディーでした。さあ、パー5、498ヤードスコアを伸ばせるか。よいしょー、ど真ん中。おー、ナイスペイド。よいしょー。うん、よいしょよいしょうん、よいしょ。なんか向いてる通りまっすぐ出てたね。うん、よいしょ。うん、よいしょ。ドラゴンじゃん。ドラゴンまで取るの？
ましょう。まっすぐ向いた方に綺麗に打ってるよ。120ヤードです。これパー5、3打目地点に来てます。残り120ヤードですが、残りを入れて125、風は若干上げてるような感じです。130ヤード程度打たないと届かないと思います。かなりアゲンストに吹いてきています。ちょっと引っ掛け気味の、左に弾かれてグリーンから落ちてしまいました。原選手残り90ヤード。ピンの右からさ、ちょっとショートでしょうか。こちらも残り90ヤード。さあ、独走状態か。はるか選手残り80か。ピン左、ナイスさん。ナイスアプローチ。惜しい。松尾選手バーディーになるか。届かない、打ち切れませんでした。でもナイスパーでした。曲がります。来てる。ナイスバーディー。やばいね。独走状態になっております。おー、ナイスセーブ。ナイスパー。はい。